必死で咲いた君の胸の奥まで届くようなメロディー奏でる。あの様子だと新八や平助は明日の朝まで飲んでそうだしな。そんなのにお前を付き合わせるわけにはいかねえだろう。いいから気にすんなって。たまにゃこういう日もいいさ。どうした？ああ、まあ大した話じゃねえんだ。いや、そういうわけじゃねえよ。あの姉ちゃん、物好きらしくてな。どんな女が好みなのかってしつこく聞かれてたんだ。好みなんて言われても着物の柄やら刀のこしらえについてあれこれ言うのとはわけが違うからな。最初は好みじゃねえと思ってた女に惚れちまうこともあるし、逆もあるしよ。その辺はあんまり言いたくねえんだが、強いて言うなら、どんな時でも嘘がなくて守ってやりたくなるような女かな。俺はこの通り察しがいい方じゃねえからよ。言葉ではっきり言ってもらわねえとわからねえとこがあるから、素直な女がいいかと思ってな。
前の方こそどうなんだよ。お前だって男の好みぐらいあるんだろ。土方さんみてえな色男か、それとも平助みてえに気さくで話しやすいやつか。他のやつには秘密にしておいてやるから、俺にだけこっそり言ってみろよ。金持ちだとか顔のいい男なんて答えが返ってきたらどうしようかと思ったが、お前がそんなこと言うはずねえか。お前割と男を見る目があるみてえだな。男気があって人の痛みが分かるやつか。それって俺にも当てはまるよな。なんだ、俺のことを言ったわけじゃねえのか。残念だな、そりゃ。もしそうなら嬉しかったんだな。どうした？早く豚舎に戻るぞ。この辺りは特に物騒だからな。